皆さん、こんにちは。今回の昭和一丁目一番地は、昭和のパチンコ屋パート2です。昔はパチンコやスロットといえば、特定の人が楽しむものというイメージがありましたが、現在ではパチンコやパチスロを趣味にしている方や、芸能人でもパチンコ店に通っていることを公言している方が増えていますね。より身近になってきたパチンコ店ですが、昭和のパチンコ店は独特の雰囲気があり、ヤバさが全開でした。そこで今回は以前公開した昭和のパチンコ店をさらに掘り下げていくことにします。こちらもご覧になられていない方はぜひご覧ください。懐かしくもヤバかった思い出を振り返っていきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。では早速行ってみましょう。パチンコ店が新しくオープンするときにはグランドオープンと銘打って案内が出るのは今も昔も同じですが、昭和時代のグランドオープンは今と比べるといろんなことが違っていました。グランドオープンではよりたくさんのお客さんに来店してほしいので宣伝が必要でしたが、インターネットがまだ普及していなかった時代、どのような宣伝をしていたかというと、人通りの多い場所で珍丼屋にパフォーマンスをしてもらいながらチラシを配布していました。珍丼屋が全盛期だった昭和30年代には10人前後の人数でチラシを配布していたため、賑やかでちょっとしたお祭りのような感じになっていたそうです。現在ではあまり見かけなくなりましたが、規模は小さくなったものの、活動を続けている珍丼屋がまだまだあるので、パチンコ店のグランドオープンで目にすることがあるかもしれませんね。珍丼屋以外の広告では、パチンコ店に限らずデパートなどでも使われていたアドバルーン広告があります。アドバルーン広告は遠くからでもよく見えるため宣伝効果は抜群で、高いビルやマンションが少なかった時代にとても目を引いていました。時代が進むにつれ高いビルやマンションが増えて宣伝効果が薄れていったことや、屋外広告の規制が入ったことから現在はあまり見かけなくなりましたね。グランドオープンする店舗の祝い花も今と昭和時代とでは大きく変わりました。最近のパチンコ店のグランドオープンでは、生花でフラワーアレンジメントされた花が店舗の入り口やカウンター、休憩スペースにおしゃれに飾られています。対して昭和のパチンコ店では、店舗前に原色の造花でできているスタンドマナが飾られていて、表面はビニールで覆われているものもありました。グランドオープンの時期がとっくに過ぎても、長い間設置されている店舗もよく見かけましたよね。ところで、パチンコ店で勝ちやすいのはどんな時だと思いますか？それは何と言ってもグランドオープンとかつて存在したイベントの時です。グランドオープンは固定客をつかむために、通常時よりもパチンコやスロットの設定を甘めにしている機種が多数揃えられているので、パチンコ・パチスロファンには大人気ですよね。中には赤字覚悟でかなりの高設定代を入れてくれているという神がかった店舗も。そんなグランドオープンと同じくらい人気があったのが、パチンコ店の開催するイベントでした。今は規制によりイベントを実施することはできませんが、規制が入る前はパチンコ店が頻繁にイベントを実施していたんですよ。昭和のグランドオープンやイベントはとにかく入場が熾烈でした。どちらも勝てる要素が強いため、パチンコ・パチスロファンはもちろんのこと、普段はあまりパチンコ店に行かない人まで集まってくるので、いつも大盛況でした。中にはグランドオープンやイベントだけを狙って遊戯する人もいたくらいです。最近のパチンコ店では、入場時のトラブルを避けるために整理券を配布したり、入場する時の順番を抽選している店舗が多いですよね。入場時のルールが明確にされているので、走って台を確保する人は見られませんし、もし走って目当ての台まで突進しようものなら即座に店員さんから注意されてしまいます。対して昭和のパチンコ店では、入場時の明確なルールがない店舗がほとんどだったので、並びなどはお構いなしの早い者順で誰よりも先に狙いの台を確保しようと皆殺気立っていました。グランドオープンやイベント時は特にこの傾向がやばくて、
押されたお客さんが転倒したり、狙いの台が被ってトラブルになったり、時には入場時に多数の人が押し寄せて入り口のドアが破壊されることも。賭けごとに全てを託す戦いの場と言っても過言ではなかったのです。逆に言えばそれだけパチンコに夢があった時代だったんでしょうね。63年から平成2年の短い期間に登場した2号機は爆裂機と呼ばれ、これによりパチスロブームが到来します。爆発力の高かった新潟電子のアラジンや、波が荒いものの強烈な連チャン性があったアークテニクコのアニマルは特に人気がありました。実はこの2号機と3号機時代は短く、続く4号機時代が一番盛り上がりイベントも最盛期でした。発売されてから10年以上の間、販売台数がナンバーワンだったヤマサのニューパルサーや、後に社名をアルゼに変更したユニバーサルのクランキーコンドルなどは、その人気からよくイベント機種になっていましたよね。スロット最盛期である4号機時代に実施されていたイベントといえば、プレオフが挙げられます。ビッグを引いた後にコインが払い出されれば高設定台という内容で、クレオフイベント時はビッグを引いてコインの払い出しがなければ次の台へという、お客さん同士で凄まじい台の奪い合いが見られました。またイベント開催時は店舗によっては設定確認ができるところもありました。お客さんを呼び込みたいためにガセと呼ばれる高設定が入っていないイベントを打つ店舗もありましたが、設定確認イベントを実施している店舗では、店員さんに言えば自分が打っている台の設定を見せてもらうことができたのです。今では信じられない光景ですよね。次はパチンコ店での玉貸し機について見ていきましょう。パチンコ店では座席の間にサンドと呼ばれる玉貸し機が設置されていますが、昭和時代は座席の間にサンドがありませんでした。ではどこで玉やコインを借りていたのかというと、カウンターで店員にお金を払って借りていたんですよ。パチンコの場合は店員が手動の玉貸し機から金額分の玉をお客さんに渡し、スロットの場合は紙に包まれた金額分のコインを渡してくれていたのです。玉やコインを受け取ったら台に戻り、手元の玉やコインがなくなればまたカウンターへ行っての繰り返しだったので、当たりがなかなか引けないときはカウンターと台を何度も往復することになり、
大変でした。その後パチンコ台が設置されている島の端に玉貸し機が設置されるようになります。玉貸し機に100円を入れるとパチンコ玉やコインが出てくるのですが、100円硬貨のみしか使用できなかったので、両替機が設置されている場合はそこで紙幣を両替し、なければカウンターで小銭に両替してもらっていたのです。こちらも今と比べると手間がかかりますよね。その手間のためなのか、玉貸し機の中にはお金を入れるとありがとうございますと機械音声が流れるものもあったそうですよ。2台のパチンコ台の間に設置された代官サンドが登場すると、カウンターに行く手間は省けたものの、隣の席の人と共有で使用するため気を使うこともあったようですね。これらの問題は平成になり個別サンドが導入されたことで解決しました。今度はパチンコ店における違法だったことを紹介しますね。今からでは考えられませんが、昭和のパチンコ店には裏物と呼ばれる違法に改造したパチンコやスロットがありました。裏物には大きく分けて2種類あり、一つは店舗とカバン屋と呼ばれる業者がグルになって違法改造した基板を設置台に付け替えた B 物です。 B 物はゲーム性の幅が広がるため、負ける時と勝つ時の波が荒いのが特徴でした。波が荒いということは、当たりが連チャンすれば大金を得ることができますが、当たるまでの投資も大きく、パチンコ店かお客さんのどちらかには利益が出るような仕組みになっています。スロットの0号機時代、1号機時代は規制がなかったため、違法改造はやりたい放題という信じられない時代でした。続く2号機時代は違法改造の規制が入ったものの、まだまだ裏物は多くあったそうです。そんな裏物の全盛期は昭和が終わり、平成に入った3号機時代と言われていて、一説によればほとんどの台は裏物だったとも言われています。もう一つの裏物は、ごとしと呼ばれる人たちが店舗に不正侵入して B 物にさらに手を加え、特定の打ち方や動作を行うことでコインを増やせるように改造した C 物になります。こちらは特定の打ち方や動作を知っている人だけが勝つことができるようになっていました。店舗の許可なく侵入して取り付けているので犯罪行為になるのですが、 C 物も流行っていた時期があったそうです。裏物が設置されている店舗にはヤクザが遊戯をしに来ることも多く、ただでさえ怪しい雰囲気があった昭和のパチンコ店のヤバさを助長していました。中には目当ての裏物を打つために一般客を怖がらせて台に座らせないようにしていたこともあったとか。令和のパチンコ店からは想像できない光景ですね。また昭和時代のパチンコ店では普通の台と一緒に裏物が設置されていたこともありました。このためパチンコやスロットで大勝ちしたり大負けしたりという経験がある方の中には、気がつかないうちに裏物を打っていたなんていうこともあるかもしれませんね。今度はパチンコ店の換金所について見ていきましょう。現在東京のパチンコ店の換金所は TUC という組合で一元化されていて、都内にはいくつもの TUC ショップがあり、特殊景品を買い取ってくれるようになっています。大型店やチェーン店のパチンコ店では、店舗と同じ敷地内に換金所が設置されているところが増えています。このような店舗では容易に換金所を見つけることができますが、昭和時代は換金所が分かりにくく、換金するのも一苦労でした。昭和の換金所はパチンコ店から離れていることが多く、また店員さんに換金所を聞いても教えてもらえないので、自力で探すしかなかったのです。換金所は一見すると本当にそこが換金所なのか判断が難しい建物もあり、中には普通の民家のような造りの換金所もありました。誰かが換金していなければそこが換金所かどうかわからないので、換金を諦めてしまう人もいたそうです。一風違った換金所としては、ラーメン店やクリーニング店、自転車や呉服屋などの通常営業をしているお店が換金所を兼ねていたところもあったそうです。事情を知らなければお店が換金所になっているとは思わないので、
難易度の高い監禁所とも言えますね。余談になりますが、お笑いトリオバビロンののりさんは小学校2年生から6年生までの4年間パチンコ店の監禁所に住んでいたそうです。宅配ピザは監禁所の交換窓口から受け取り、景品のサイコロキャラメルやカルパスをおやつとして食べていたという、一味違った監禁所の経験をされています。昭和時代はとにかくおおらかだったので、監禁所にまつわる昭和ならではの面白い監禁所もありました。特殊景品を現金化するときに、監禁所のおばちゃんから500円あると聞かれ、500円を渡すと切りの良い5000円や1万円にしてくれる交換所があったそうです。監禁したときに小銭があるようにも、切りの良い紙幣に両替してくれる監禁所は現在でも需要がありそうですよね。変わった監禁所といえば、特定の日にしか開いていない監禁所がありました。パチンコ店は営業しているのに、監禁所はお休みとなると、勝ってもその日のうちに監禁できないので、もどかしい気持ちになりますね。監禁所の話が出てきたので、次は特殊景品について見ていきましょう。パチンコやスロットで勝てば、出玉数やコイン数に応じて特殊景品に交換してもらいます。この特殊景品はカード型が多く、中身は金地金が入っていることが多いです。特殊景品の中身は全国で統一されているわけではなく、また県や市町村で同じものを使うように決められてもいません。店舗によって使われる特殊景品も変わるので、機会があれば一度じっくり見てみると楽しいかもしれませんね。それでは元の話に戻り、昭和時代の特殊景品を紹介していきます。昭和の特殊景品が現在と同じカード型の場合、中身は金ではなく、ライターの石や釣りで使用する毛針、レコード針がよく見られました。カード型以外では直方体のプラケースに入った特殊景品があり、中身はボールペンやシャープペンシルの芯、文鎮などが収納しやすいものが入っています。変わった特殊景品としては、カード型電卓や靴下、ビニール袋に詰められたハンカチなどもあったそうです。最近の特殊景品の中には、ケースにご当地物が印刷されたものもあり、見ているだけでもワクワクしそうですね。そんな特殊景品ですが、必ずしも監禁所で交換しなければいけないものではないので、コレクターとして自宅に持ち帰っている方もいるそうです。昭和のパチンコ店はギャンブル性が高かったこともあり、殺伐とした雰囲気が漂っていて、いろいろなトラブルもありました。今度は昭和のパチンコ店のトラブルを見ていきましょう。令和のパチンコ店では、店員さんは接客のマナーがしっかりと研修されているので、お客さんに対しては丁寧な対応ですが、昭和は違っていました。特に昭和50年代以前のパチンコ店では、店員さんがお客さんに対して丁寧に接客することは少なかったようです。令和では、お客さんがルールを守らなかった時や、トラブルを起こした場合、よほどのことでない限り、やんわりと店員から注意される程度で終わります。昭和だとやんわりどころか、きつい口調で咎められた、どつかれた、お店からつまみ出されたり、どこかへ連れて行かれたりといったことが普通にあったそうです。裏物が流行っていた時期は、お客さんからのクレームも多く、時には大負けしたヤクザやごとしが店員に凄んだり、無理な要求をすることも。そういう時のトラブルに備えて、用心棒がいたパチンコ店もあったと言われています。トラブルで避けられないことといえば、予期せぬアクシデントもありますね。遊戯中に雷などの影響を受けて突然停電した場合、店内の照明や遊戯台はもちろんのこと、お金や IC カードが入った個別サンド、計算機すべてが止まってしまいます。このような不測の事態に備えて、多くの店舗では停電時の保証はしませんという注意書きが貼られているのを覚えている方もいると思います。ただ最近のパチンコ店では、予備電源を持っているお店もありますし、停電してもすぐに電力が復旧するので、長時間真っ暗な店内という状況にはなりません。電気が復旧すれば、メーカーにもよりますが、遊戯台はバックアップされているので、停電前の状態から引き続き遊戯できるようになっています。一方、昭和のパチンコ店では、停電してしまうと全部消えるのは今と同じですが、バックアップ機能がないので、
すべてが強制的に終わってしまっていたのです。良心的なお店であれば多少の保証はあったかもしれませんが、基本的には保証はなく、大当たり中や各編中、ビッグの台であっても終了となります。投資してやっと当たりを引いた時にデーデーになっても、泣く泣く諦めるしかなく、やりきれない思いでいっぱいになり、文句や愚痴が出てしまいがちですよね。ただやりきれない気持ちを過度に訴えたりすると、こわもての店員や用心棒から諦めるように注意されることもあったとか。遊戯中に停電してしまった場合は諦めるしかないのが昭和のパチンコ店です。お次はパチンコ店の年齢制限について見ていきましょう。パチンコ店は風営法により18歳からでないと入場できないように決められています。また18歳であっても高校生であれば入場できません。ですが昭和のパチンコ店は寛容すぎたのか、制服姿のまま店内に入り遊戯することができたんです。もちろん店の方針にもよるところが大きいのでしょうが、カウンターの人が制服の上着を預かってくれたり、カバンや上着をロッカーに預けて店内に入れば OK だったりと、実質的にも制服のままでも問題なく遊べていた時代でした。店内に小さな子供を連れてきても問題視されない時代だったこともあり、きちんとルールさえ守れば目をつぶってくれていたんでしょうね。最後はパチンコ好きな芸能人の方のエピソードで締めたいと思います。ドラマ相棒で鑑識の米沢守を演じた六角精児さんは、鉄道や音楽、ボクシングと多趣味で有名ですが、中でもパチンコに関してはいろいろなエピソードを持っています。高校の頃、友達に誘われて塾帰りにパチンコデビューした六角精児さんは、パチスロに関しては0号機の頃から打っているというキャリアの持ち主です。また学習院大学に進学するも、その後中退した理由が、通学途中に多くのパチンコ店があり学校までたどり着くことが難しかったからと対談で話していました。さらに俳優として仕事がなかった時代には、パチスロ専門誌のライターに応募し、実際にデータを取る仕事をしたそうですよ。データを取るよりも自分の好きなように打ちたいとの理由から1回だけで終わったと話していましたが、六角精児さんのパチスロライターとしての記事を読んでみたかったですね。数々の受賞歴がある俳優の役所広司さんもパチンコにハマっていた時期があったそうです。パチンコ店が閉店した後に閉まっているシャッターの隙間を覗いて、釘師がどのパチンコ台をいじっているかを確認していたのだとか。シンガーソングライターの山下達郎さんは浪人時代にパチンコに通っていたそうです。あまりパチンコを遊戯するイメージが浮かびませんが、新譜のレコードが欲しくて通っていたとご自身のラジオ番組で話していました。この時話していた山下達郎さんが欲しかったレコードはシャフトのテーマだったそうです。ブルースバンド有価団のボーカル木村敦樹さんもパチンコ好きな方として有名です。現在も精力的にライブ活動を行っている木村敦樹さんですが、ライブ中には観客とのパチンコに関する掛け合いがお約束となっているそうですよ。そんなパチンコ好きの木村敦樹さんが作詞した有価団の3枚目のシングル曲は知る人ぞ知る名曲パチンコ。タイトルからして木村敦樹さんのパチンコ愛の深さが感じられますね。いかがでしたでしょうか。当時の思い出を振り返って、あんなこと、こんなことを思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて、楽しんでいただけたなら嬉しいです。他にもこんなものやことがあれば、コメントお願いします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。